この度はブルガリアオロラアワード受賞おめでとうございます。ありがとうございます。まだ本当に自分の中では挑戦をし始めたところで、スタート地点に立ったような気持ちなので、ちょっとイモーショナルになってしまうような感覚です。初めて片岡さんと出会ったのが、私の連載の対談に来ていただいた時だと思うんですけれども、なんかでもその時すでに何かこうファッションモデル以外にもやりたいようなことをすでにおっしゃっていて、うんうん、はい、それで去年テフテフを立ち上げられたので、まあ、日本の文化に改めて光を当てるとか、うんうん、まあ、ファッションモデルとしての、まあ、キャリアはもう10年ぐらい、はい、10年経ちますね、はい、積まれているところで、うん、まあ、さらにその生き方の、まあ、ライフスタイルそのものが、まあ、モデルになるような、うん、まあ、そういう道を歩まれたことを、まあ、私はとてもいいなと思っていて、本当にこれからが楽しみだなと思ってます。ありがとうございます。やっぱり自分の家族の中でもすごくインスピレーションを受ける女性たちがいっぱいいて、で特に祖母なんかは物がない時代にどういうふうにこう日本女性を品よく美しく世界に羽ばたかせようかっていうところでまとうお洋服を作っていたところもあって、でそこをすごい遠くから見ていたし、祖母が発信してきたその世界に羽ばたくための日本文化っていうところをのスピリットを今この現代のライフスタイルに受け継いでいきたいっていう思いで、うん、祖母がアイコンにしていた蝶々をちょっとスピリットを頂戴してお借りしてテフテフっていう、私はすごい大家族の中で育ちで、なんかいろんなやっぱり世代のジェネレーションの女性たちからたくさんのインスピレーション、ファミリーの中だけでも、うん、いただいたし、あとはもう本当にラッキーなのが人との巡り合い出会いがいろんなこうご縁を生んで今こういう場所に立ててるのかなって思うので、たくさんのインスパイアがあったからこそなんか人をインスパイアしたいっていう、うんうん、そういったなんかこう好感が自分の決断につながって、だからこれからはちょっと恩返ししていきたいっていう気持ちも正直ありました、うん、テフテフを始めるきっかけに。本当に片岡さんと初めてお会いした時もこう対談を通してだったじゃないですか、はいはい、でその時も本当に印象に残ってたのが、やっぱり片岡さんも今まで若い時からいろんなことをチャレンジしてみて、ですごい一見なんかつなぎ合わないような経験も後から全部こういうふうにつなぎ合わせていくんだって、点と点が線になっていくというか円になっていくというか、それを聞いた時に、あ、なんか私今いろんなことチャレンジしてるし、先はどうなるかわからないけど怖くなくていいんだって、とりあえずやってみて、やってみることですごく自信につながるんですよね、うんうん、やっぱりいろんなことやってみてもなんかまだ違うなとか、うん、きっと納得いくまでって本当に人生全部かけてじゃないと納得いくっていうのってなかなか時間がかかると思う、うん、すごい勇気湧きましたよ。なんか片岡さんでもそうなんだって、でも全然もうなんだろう、この世界のことを知れば知るほど世界が知らないことだらけだということに気がついて、で一つやっぱり知るとその先が見えてくるし、あと一つ展覧会を作るとあもうちょっとこうできたとか次のやるべきことが見えてくるので、でもそれやらないと見えてこないんですよね。だからその積み重ねで、この間作った芸術祭も本当この年になってちょっと上手になったかなと思ってあの時やったことが今こんなことになると思わなかったっていうような気づきもすごくあって、うん、それは年を重ねていくことでなんか得られる人生の面白いところだなと思ってるんですよね。ひかりさんにとってインスパイアリングってどんなイメージですか？
やっぱりなんだか分かんないけどこの人引きつけられるとか、それがインスパイリングのイメージなんですけど、うまくこうバランスが取れてるじゃないけれども、それが私の母親みたいにもうジョークばっかり言ってプレイフル、でもなんかこうその場にいる人たちがこう楽しいかどうかが、楽しんでるかなとかっていうものを結構大切にしてる姿だったり、あとは逆に祖母みたいにすごい全部は見せない、どこかこうミステリアスでいながらもなんかそこに人に対してのリスペクトは存在してるっていう、そういったなんか自分らしいバランスを見つけている女性は結構引きつけられますし、自分もなれたらいいなと思います。あのテフテフのウェブサイトに、はい、調和っていうのの漢字が蝶々の、ね、はい、調和って書かれてましたけど、そう、すごくいいなと思って、まあ、ライフスタイルモデルってことでおっしゃっていて、うん、その言葉がとてもいいなと。なので、まあ、ファッションモデルから、まあ、ライフスタイルモデルっていうものを、まあ、生き方のモデルっていうのを意識することで、うん、まあ、それが一つの、まあ、ロールモデルになっていくっていう、はい、まあ、モデルって言ってもなんか本当にいろんなモデルがあるの で、うん、まあ、より大きな意味で の、はい、あのモデルになっていっていただけるといいかなと思います。はい、頑張ります。